ということでですね、今日はですね何をするかと言いますと、いきなりですがこちらのニット、これね実は10万円するんですよって言ったら信じますか？これはどこで買ったかと言いますと、こちらです。じゃじゃーん。今回は島村に行ってきました。こんなにいっぱい。今回はですね、オタくんに今みんなに言ったように、このニット10万円したんだよね、めっちゃ可愛くないみたいな感じで言ったら、どういう反応するのか、信じるのかどうかをちょっと検証していきたいなと思います。その後で島村でね、今回6コーデ買ってきたので、それをねオタくんにプレゼントしていきたいと思います。上京してきてからというか、ここ何十年かまだ20歳なんですけど、島村に全然行ったことがなくて、でオタくんもヒカルは多分島村に人生で一回も行ったことないっていうのを多分思ってると思うので、多分気づかないと思うんですよ。普段服買うのもすごいヒカルの好きなブランドとかもたくさん知ってるんで、多分10万円で買ったって言ってもびっくりはするけど、まさか島村とは思わないと思うんですよ。でね、今回私島村に行ったんですけど、めっちゃくちゃびっくりして、超安いしめっちゃ可愛いのがあって、あ、これ10万円って言ったんですけど、これ実は1200円です。鍵編みのニットとこの中のこのブラウンのキャミソールが、この2点のセットで1200円だったんですよ。絶対分からんと思って、すごい可愛い。で今回私は3コーデ、オタくんも3コーデを私が勝手に選んで買ってきたので、それをね後で紹介していきたいなと思います。実はこの下にズボン履いてるんですけど、この白のこれも島村で買いました。今回全身島村なんですけど、これはいくらだったっけ。これははい、こちら990円です。めっちゃ履きやすい白のパンツ。まあその激安コーデにオタくんは見抜けるのかというのをね検証していきたいと思います。すごいプチプラ流行ってるから、ちょっと今回はぜひねプチプラで可愛いコーディネートを組んできたので、男の子も女の子も真似してほしいなと思います。ということで早速オタくんにね、ちょっとお金を使いすぎてしまいましたという謝罪をして、ドッキリを仕掛けていきたいと思います。はい、ということでせーの、やってみよう。10万のニット。おたくん来て。はい、見て、着替えた。え、かわいい。見ろ、いくらやと思う、それ。高かったやん。うそやん、ほんま高そうやん、でも見た目うそいい生地使ってそうな感じ。うそ、いくらやと思う。8000円。普通やん。もうちょいする。うん、16000円。そうやん。46000円。もっと、うん、え、そんな服ある？あるやろ。すごない？86000。162000。行き過ぎ。16万は行き過ぎやな。カバンやん。98000円。お、え、正解です。嘘でしょ、なんでそんなん買ったん。可愛くない？可愛いけど高すぎん。やられてるんちゃう？やられてないよ、ちゃんと正規で。何のブランド？え、ディオール。まあ、ディオールだったら濃いな。やろ？でも生地、なんか涼しそうやな。うん、でもこの中のキャミもそういうちゃんとしたやつ。あ、入れてってこと。そう、だからあったかいから。すごい、高っ。おしゃれやろ。おしゃれ。このズボンも4万ぐらい。嘘つけ。なんでよ。それは3200円。安っ。パジャマやん、ほぼ。なんで？なんかむちゃん高っ。お前似合ってるけどな。ほら、スケスケやる。それが可愛い。初めて見た。でもえ、だって買ったばっかり。オタくんにもな、ディオールの服買ってきてんで。え、男あんの？あるやん。嘘、俺あんま知らないの。6着ぐらい買ってきたから。ガチで200万ぐらいした。バケモンや、そんなする。こちらです。え、やっぱ200万ぐらいするよな。島村って書いてある。島村って書いてあるんだよ。そうです、今回は島村でコーディネートたくさん買ってきました。イエーイ。え、どういうこと？それはディオール？これは島村。おい、最悪やな、マジで。普通に信じてたんやけど。やっぱこれは島村よ。島村なの？それすごないの、クオリティ。可愛くない？可愛い。分かんないでしょ。可愛い。一周回ってディオールに見える。見える。その一周回ってもちょっと失礼な感じがするけどな。いや、一周回ってよ、やっぱり。ああ、まあ安いのと高いのと。そうそうそう、紙一重っていうやつ。いや、でもそれ9万8000は高いわ。はい、ということで今回モニタリングをしておりました。モニタリングかい、これ。けど
ど、まあこっからオタくんのサプライズに変わります。お買ってきたんでね、ちゃんと島村で。俺の、うん、ヒカルさん、オタくんさん、ヒカル番号でもこちら1200円です。安っ、ガチで。うん、ウーバーイーツやん。確かに。で、この4万のズボン、こちら990円です。え、朝マック2人分。はい、ではここからはですね、オタくんにヒカルが買ってきた島村コーデをおしゃれに着こなせるのかどうかやっていきたいと思います。まあでもワンチャン着る人によって島村に見えない可能性はあるから、それをちょっとオタくんに期待しつつ、これ着せちゃうからね。着せちゃう、着せちゃうじゃない、着こなしちゃうでしょ。着こなしちゃうから。オタくんは島村コーデをハイブランドにできるのでしょうか。なるよ。はい、こちらオタくんのワンコーデ目です。じゃーん。図書室行こうか。どういうシチュエーションそれ。なんで図書室。え、どう、わかんなくない。 LHP にありそう。嘘、ほんと。これ良くない、普通に。全然わかんないよ、これ島村。普通に愛用、高そう、見える。嘘。このトップスいくらでしょう。いくら。1790円。え、で、セットアップ風に着てるけど、これセットアップとして売ってなかったよ。別々のとこにあったけど、こちら1290円。合計こちら3000円となっております。やばない、えぐ。やばいよ、これが3000円。全然見えないよ。やっぱ人によるな。それ言っちゃおしまいよ。なんでやねん。いや、いい感じじゃん、めっちゃいい感じ。うん、超おしゃれに見えるよ。嬉しい。島村専属モデルになっていこう。え、島村しか着ないようになったら全部島村ってバレる。たまに島村着るのが一番おしゃれな。あ、そういうこと。やっぱり着こなすっていうの、本当のおしゃれな人は入れてくるから。そう、映像じゃなくても分かんないよ。嘘。はい、ということで、じゃあ次私のコーデいきます。はい、ということで、ヒカル2コーデ目こちらでございます。かわいくない。かわいい。これはセット、ワンピースとこのビステが。すごいな。セットです。これで2790円。で、こちらの袋に貼ったのが、なんかペコが出てきたよ。すぐ袋に入りたがるから入ってた。そう、ペコが好きなんですよね、袋の中。決して入れたわけではないからね。コーディネートに合ってるやろ。ぽいね。すごい、それ島村なんや。いいやん。お、なんかクロスになってる。そうそう、 X ってなってる。で、これバラバラでも着れますよっていう。めっちゃ伸びる。これは何？うわ、ゴムの実やん。別々に売ってた？一緒？あ、これセット。まあこれはシンプルめやな。カバンとか帽子とかでデコったら超可愛くなる。おー、でピクニックみたいな。はい、おたくん2コーデ目こちらです。じゃーん。爽やかボーイハンバーグみたいな。ハンバーグすやん、もう。ペコ、ベッドこれにしちゃうか。いや、いいね。なんかこんな服装したことないから似合ってんのか分かんない。え、似合ってんで。こっちは珍しい、ちょっと大学生っぽいかもしれない。これね、でもね、俺好きなとこがあるね。この俺ね、ここが好き。あ、袖がポワンってなってる。そう、動きやすそうやな。色が可愛い、くすみ、ピンク、紫。確かに可愛い。こんなん持ってないからさ、普通に着れるわ。どうでしょうか、皆さん。オタくん、次ラストですね。ラスト早くない？早い。ヒカルのチョイスがやっぱりいいというのかな。確かに、さすがやな。やっぱファッション番長。ファッション番長。振るない、なんか。はい、次です。でれん、ヒカル3コーデ目、最後です。可愛くないこれ。なんかそれはすごいわ、バッチシ。嘘、なんかこの柄がわかる、見える。可愛い。このズボンもほら、ここに。あーね、はいはい。なんとこちら、はい、1790円。え、1290円。えぐ、3000円コーデです。すごいな。焼肉食べ放題の値段やで。島村大好き。みんなもぜひ島村。大丈夫かな、島村。赤字になってないかな。確かに安すぎて。はい、じゃあ次、オタくんの最後のコーディネートです。いきましょう。くんの最終コーディネート、こちらになりました。わっ、何その顔、やめてよ。ちょっと嫌そうな顔やめてよ。どうやって地球を滅ぼそうかな。そんなキャラやったっけそれ。やばない、これ。何、パジャマ。パジャマすごいな。かわいい。でもね、めちゃめちゃ着心地いいわ。めちゃめちゃ着心地いいんだけど、見て、ちっちゃいね。腕がちょっとちっちゃいね。似合ってるし。まあ、着れるけどね。うん、俺手首こう開いてるの好きやから。ああ。いや、可愛くない。でも可愛い。なんか似合ってるわ。嘘。俺トイストーリーも好きやから。ああ、確かに。じゃあこれ、オタくん今日から家、毎日これで。きみ。どういうこと、どういうこと。マジで、マジの反応すんのやめてや。以上になります。イエーイ。それいくらだったっけな。あ、あるあるある。はい、こちら2700円です。マジで、はい、やば、しゃぶしゃぶ15分食べ
以上になります。イエーイ。はい、ということで、はい、どうでしたか、おたくん。いや、めちゃめちゃ良かったよ、これ可愛いな、よしよし。ちょっとちっちゃいけど似合ってるもんだって。嘘、可愛いロッツよ。はい、ということで、こちらでですね、6コーデ、はい、男さん、女さんで選んだんやけど、今回こちらのコーディネートはですね、視聴者プレゼントにしたいと思います。いいの？やっぱりせっかく選んだからさ、素晴らしい服のプレゼント一回やってみたいなと思ってたから、なんかなかなか服の企画やんないやん、普段やんない。だから久々に服の企画やって、今回プレゼントにします。ボン。ですね、女の子1名様、男の子1名様、抽選で2名の様にお渡ししたいと思います。はい、3着ずつね送るので、はい、よかったら応募してみてください。応募方法は概要欄に載ってるのでチェックしてください。はい、概要欄ちょっとポイって押してもらえれば出てくるかなと思いますので、はいはい、ぜひ皆さんねチェックしてみてください。はい、お願いします。お願いします。ということで、まあ久々にこういうなんていうのコーディネート系やったけど、なんか見たいブランド、こういうところので縛りでコーディネートやってくださいみたいなあったらぜひ教えてください。なんか参考に、ね、なれたら嬉しいな。なんかみんながいつもどこで服買ってるか全然わかんないから、そうだから、これ見てくれた、ここまで見てくれた子はコメント欄にいつも何の服を買ってるかをちょっと適当に、もう名前だけでいいんで名前を教えてください。はい、お願いします、はい、ということで、ぜひ島村めっちゃ可愛いじゃんって思った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。お願いします。ということで、以上、ウォッタとヒカルでした。バイバーイ。